国際ソロプチミスト奈良の新しい会長に就任する乾美紀子さんが今日、奈良テレビ放送を訪れ抱負を語りました。国際ソロプチミストは女性の世界的なボランティア団体で、国際ソロプチミスト奈良は去年50周年を迎えました。来月1日に新しい会長に就任する乾さんは、時代に合った奉仕を続けた結果が50周年であるとした上で、今年は新型コロナの影響で中止していたチャリティーバザーを5年ぶりに開催するなど、奉仕活動を引き続き行いたいと抱負を語りました。